39夜は1935年のイギリスのサスペンス映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はロバート・ドーナットとマデリーン・キャロルなど、ジョン・バカンの小説39階段を原作としている。同原作の映像化作品の中では最も有名で、英国映画協会が1999年にアンケート調査した20世紀の英国映画トップ100では4位にランクされている。ミュージックホールのミスターメモリーという記憶力の卓越した男の芸を見ていたハネーは銃声で騒動になったホールから謎の女性と共に自分のアパートに戻る。彼女は軍の重要な機密が奪われそうになっていると語るが、未明にスコットランドのアルナシエラという場所に印がついた地図を持って刺し殺される。見張りの男たちをまいて汽車に乗り込んだハネーは新聞で自分が殺人犯になっていることを知り、警察をフォート教でかわして目的地に向かう。その土地に住む農夫の妻の手助けで、ジョーダン教授と名乗る地元の名士のところに行くが、実は教授が陰謀の黒幕で、ハネーは銃で撃たれるものの、農夫の妻が貸し与えたコートの胸の聖書に弾が当たって助かる。警察に報告するハネーだったが、警察は彼の話を信じてくれず、教授と知り合いという所長と警察に見切りをつけ、殺された女性が残した39階段の言葉の意味を知るために、教授の陰謀を自分で暴こうとする。演説会場で演説者のふりをするが教授の手先に捕まり、汽車で乗り合わせた女性パメラと一緒に手錠でつながれる。なんとか抜け出した二人は宿で一夜を明かし、教授の目的がミスターメモリーであることを知ると、ホールでミスターメモリーに39階段とは何かと質問する。それは、とあるスパイ組織の名前でと語ろうとした彼は教授に撃たれ、軍事機密は書類などではなく、ミスターメモリーの頭の中に隠されていたことをハネーたちは知る。ロッテントマトズによれば、48件の評論のうち 96% に当たる46件が高く評価しており、平均して10点満点中 8.94 点を得ている。英国映画協会が1999年に英国の映画やテレビ業界の1000人に対して行ったアンケートによる20世紀の英国映画トップ100で4位に選ばれている。雑誌タイムアウトが150人を超える俳優、監督、脚本家、プロデューサー、評論家や映画界の有力者に対して行ったアンケートによる英国映画ベスト100で13位に選ばれている。開始7分ほどのロバート・ドーナットとルーシー・マンハイムが劇場から駆け出すシーンでゴミを放っている。ありがとうございます。